皆さんこんにちは、かっちゃんです。すきゃということで、今日は先日ストーブ鍋を購入して炊き込みご飯を作る動画を出したんですけど、無水鍋をね買って、まず最初にやりたいと言ったらやっぱ無水カレーかなと思ったので、今日はお水を使わず野菜をたっぷり使って野菜たっぷり無水カレーを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。玉ねぎの皮を剥き、1個分をみじん切りにし、もう1個分をくし切りします。人参の皮を剥き、食べやすい大きさに乱切りしたら、ニンニクは皮を剥いてみじん切りします。トマトの下あたりにフォークを刺して、ガスコンロの火にトマトを当てたら、水で冷やしながら皮を剥いて、ヘタを取ったら細かめに切っておきます。じゃがいもの皮を剥き、芽をきれいに取り除いたら、食べやすい大きさに乱切りし、耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで3分加熱し、火を通しておきます。はい、では今日お肉は前ねコストコで買ったミスジビーフが冷凍庫に冷凍してあったのを自然解凍しておいたので、今日はね牛肉を使っていこうかなと思います。鶏肉とか豚肉とかお好きなお肉を用意してください。あと少しね筋も冷凍庫に入ってて、今こんな感じで下茹でしておいたので、筋もね今日は一緒に入れていこうかなと思います。はい、では材料準備し終えたので、ストーブ鍋に油大さじ1を加え、中火で鍋を温めていきます。はいはい、火を弱火にして、ニンニクと切った牛肉を加えて炒めていきます。軽く塩コショウで下味もつけておいてください。では牛肉の表面に焼き色がついたら一旦取り出していきます。牛肉に焼き色をつけたら、まずみじん切りした玉ねぎを加えていきます。次にトマトを加えていきます。最後に人参とくし切りした玉ねぎを加えていきます。もうあれやな、無理やり野菜を加えたら、蓋とフライパン1、蓋をして弱火で加熱していきます。では計30分ほど加熱するんですけど、こびりついたりしないように途中で10分間隔でこのように全体を混ぜてあげてください。もうだいぶね中に水分が出てきてますね。はい、では今30分加熱して、かなり野菜から水分がこんな感じで出て、だいぶ野菜も柔らかくなってきたので、炒めておいたお肉を加えていきます。はい、ではお肉を加えたらローリエを1枚加えて、さらに蓋をして煮込んでいきます。はい、ではお肉を加えてからさらに20分加熱して、ほんとねめちゃくちゃお水入れたんじゃないのくらいしっかり水分も出てきて、こんな感じで野菜もねトロトロになってきてます。では最後に加熱しておいたじゃがいもを加えていきます。じゃがいもを加えたらさらに10分加熱していきます。はい、ではじゃがいも加えて10分煮込み終えたら、市販のカレールーを加えて溶かしていきます。
ルーをね溶かす前にローリエ取り出しておいてください。弱火で3分煮込んでいきます。はい、では3分煮詰めて全体にとろみがついてきたら無水カレーの完成です。はい、ではカレーが出来上がったので炊きたての米カレーをよそっていきます。はい、ではこんな感じでストーブで作る野菜たっぷり無水カレーの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はストーブを使って野菜たっぷり無水カレーを作ってみました。それでは本日はごくりあけぶどうで乾杯。乾杯。くぅー、果肉。じゃあ早速いただきましょう。今回はストーブをね買ったらまずやりたいなと思ってた水を使わない無水カレーを作ってみました。ほんとまだねこれあったかいんで余熱でね結構火が入るのでコトコトね煮込まなくてもほんとルーとかしてちょっと煮込んだら置いとくとねどんどん美味しくなっていく気がします。もうねめっちゃいい香りしてくるんでもう早速いただきましょう。無水。うん、水分の多い玉ねぎをさっぷり入れてあとは時々焦げつかないように混ぜながら弱火にかけとくだけで野菜からどん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 水分が出てきて全く水使わずに野菜の水分なのでほんとすごいね口当たりのいい食べた瞬間に甘さがじゅわっと広がるカレーになってます。うん、人参もねほんとホロホロになっててみじん切りにした玉ねぎもほんと形がないくらいトロットロに仕上がってます。うん、お肉も先に炒めてちょっと最後の方に入れたんですけど硬くなりすぎず牛すじは結構ね短時間なんですけど柔らかく仕上がってます。それだけこのストーブの保温効果って言いますか弱火でも結構しっかり熱を持ってじゅわっと火を通してくれるのでお肉もね牛すじなんかもすごく柔らかく仕上がってます。で、じゃがいもはちょっと煮崩れるのだけ不安だったので先に電子レンジで加熱して最後の方に入れることでじゃがいもの煮崩れもなく私はね結構ゴロッゴロっとした感じのじゃがいも好きなので形がしっかりと残った感じに仕上がります。で、カレーとかもこうやって作ってほんとすごくこれ可愛いのでみんなカレーできたよみたいなカレーできたよってねテーブルなんかにね持ち運んで食べてもみんなでね美味しく食べられると思います。ほんとねこの野菜の甘さでめちゃめちゃね口当たりいいのでどんどん食べれる感じほんとパクパク進むカレーですね。うん、はい、ということで今日はストーブを使った野菜たっぷり無水カレーを作ってみた動画でした。弱火でじっくり加熱することで野菜からたっぷりの水分が出てお水を使ってないので野菜から出た水分で野菜の旨味や甘みがじゅわっと広がったすごく美味しいカレーだと思います。ほんとこのホーロー鍋ね買ってよかったなって思うくらいめちゃくちゃ美味しいカレーで野菜をねすごくたくさん使っているのでカレーなんですけどほんと野菜をすごくたくさん食べれないパクパク食べれるようなすごく美味しいレシピですので気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価お願いします。シャバダバイカレー。インド人もびっくり。